圭介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。せっかく仲良く映ってんのにね、残念だね。いい感じの海がバックに入ってるといえば入ってんのかな。しかし動きがないね。テントの中に入りたくて慌てているだけだな。入れてくれ。さて、348回目唐突に犬の絵で始まりましたけども、もうテントに入って寝たいということでいなくなっちゃいました。私、秋のキャンプ中でございます。348回目は、夕暮れ、ウェルカムバックでのライブバージョンですかね。アルバム1曲目スタート。でのライブバージョンの夕暮れをお聴きいただきました。本当はこの夕暮れの海をね、犬と散歩する絵とかを使いたかったんですが、本当に疲れ果てて寝ちゃってますので、残念ながら私一人での中継になってしまっております。10月は、無観客配信、それから普通のライブ、やらせていただきましたね。まあ正直なところやっぱりね、歌って喋ってっていう側からすると生のライブの方がもうやってるのは楽しいんですけど、お客様やっぱり無観客というか配信助かるっていう方がまだまだ多い時代です。これからしばらくは手探りが続くのかなと思っていますが、どうなっていくんでしょうかね。11月入りますと、やっと今年初めてじゃない、県北のイベントに参加ですよね。大田原の産業文化祭ふれあい音楽会出させていただきます。そして、毎週水曜日の、定番赤羽試合さんも、まだまだ年内続いて、年内というか来年も続きますよきっと。そし
して、ウェルカムバックサンデーのライブも予定されています。今月は4組出るイベントですかね。リアルの方のライブになろうかと思いますが、そして、アルバム、CD、犬の歌も、なかなかに好評で、静岡の方にもしかしたら暮れに歌いに行くかもしれないなんていう噂もあります。ではまた来週お楽しみに。